はい、どうも、名古屋の塾講チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井口と申します。こんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズをしていきたいと思います。今日はこちら、学研の中学数学のパーフェクトコース、参考書になります。めちゃ分厚いですね。これはね、2800円、たっけ。っていうね、まあ、教材になります。数学の参考書っていうのは、まあもうね、見られる前に言うのもなんなんですけども、正直いらない。買う必要が僕はないと思ってます。もう問題集でこと足りるので、なんでわざわざこういった冊子を買う必要は僕はないと思ってます。小学生のパーフェクトコースの算数バージョンっていうのは僕は買った方がいいかなと思うんですよ。なんでかって言いますと、学校についていけないっていう子が、そのパーフェクトコースをやりながら進めるっていうこともできるし、あとはやっぱり分かりやすいっていうのがあるんですよ。ただ、中学生のパーフェクトコースというか参考書っていうのは、そこまで公式とかを漏らしてても、教科書とかにも載ってるし、あとは問題集とかにも丁寧に載ってたりとかするので、正直言うと、まあ、見られる前に言うのもなんなんですけど、参考書系っていうのは買わなくてもいいんじゃないかなって僕は思います。でもね、この参考書、レビューしていきたいと思いますので、皆さんぜひね、チャンネル登録していただいてね、見ていただきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ説明していきたいと思います。この教材、受験用、定期テスト用、修復習用、正直、復習用だと思ってます。なんでかって言いますと、この教材は受験用っていう考え方っていうのはね、問題は受験用のね、問題があったりとかするっていうのを入れたらそれは受験用って言うんですけども、ただ書いてる内容は先ほど申し上げたんですけども、正直数学の参考書ってそんなに調べないんですよ。まあ、問題集とかでね、学校で販売とかしてるやつとか買ったりとかする子もいるんですけども、レベルが低すぎると結局やらないんですよ。で、この教材に関しても受験用としては使えない。まあ、定期テストっていうのもちょっと使えないかな。学校進度に合わせてだったら使えるんですよ。だから、この教材を使うときっていうのは、まあ、もうちょっと学力が下がってしまった、漏れてしまった、ああ、もうだったら、ちょっと復習したいな、ああ、でもどの教材買っていいか分かんない、タダダダダダパーフェクトコース、みたいな感じですね。まあ、だから、分かんなくなったりとかした子が復習用として使ったりとか、まあ、学校の進度についていけない、ちょっと遅れちゃったっていう子が、あ、じゃあ一からやってみようって言って、その分野のね、分野ごとに分かれてるし、レイアウトもすごい綺麗なので、その分野ごとの1ページで問題があって、それの回答があって、そしてまあ最後に章末問題みたいな感じで問題もあったりとかするので、そうやって考えていくと、まあ、高校数学のチャート式っていうレイアウトに似てるんですよ。でも、まあ、書いてあるものはね、結構簡単だったりとかするので、なんで一回そういった、まあ、漏れちゃったっていう子とか、遅れちゃったっていう子がやる教材としては、まあ、ベストな教材かなと思います。まあ、一言言っておくと、これじゃなくても、もっと安い教材で、そういった教材ってのはあります。僕も多分レビューしていると思いますし、動画として残ってると思うんですけども、なんでわざわざ、この参考書でやらなきゃいけないかって言われると、まあ好き好きじゃないですか。別にそれがやりたいっていう方であればそうでもいいと思うし、うん、でも個人的に言うと、まあ数学の参考書ってのは本当に使わないですね。僕らの塾でもね、こう数学の参考書ポンと置いてあるんですけど、ほとんど手がついてないんですよ。なんでかって言ったら、教科書に載ってるし、あと問題をこう一生懸命解いてたりとかするときに、あ、これ分かんないっていうのは知識的なものしかないんですよ。能力的になかったらもうちょっと考えろって話だけになっちゃうので、なのでそこまで参考書っていうものを買う必要は僕はないかなと思いますね。うん、ただ復習用としてやりたいっていうことか、まあ予習でもいいですよ、丁寧なんで。予習としてやりたいっていう子に関しては、こういった教材は僕はおすすめ。うん、だから塾に通ってない。塾に通ってても成績がもうめちゃくちゃ悪いっていう子に関しては、こういった教材はおすすめ。でも、まあ単純に受験用教材としてこう参考書でポンってこうやって置いてあるわけですよ。でもその置いてあってもどうせね、やらないし、調べないし、買うだけ無駄なんですよ。だから僕は個人的に言うと、買わなくてもいいと思ってる。でも復習をしたいとか、漏れやすい子とか、学力的にちょっと低い子に関してはこういった教材、これ以外でも全然いいんですよ、っていう教材を買っておいて、これはね、調べる教材じゃない、問題集、
問題集としてやるんであればおすすめです。ぜひね、参考にしてください。参考になった方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまたね。